恋人がいたり配偶者がいたりした方が人生がうまくいく傾向があるんじゃないでしょうか。それだけ恋愛が自分の人生に良い影響を与えるっていうことです。今日は円ハイフンの占い動画です。テーマは知っておきたい円ハイフンの占い10選です。予想外の結果もありますので皆様ぜひ最後まで見ていただきたいと思います。いつものように西洋占星術で占います。すでに円ハイフンについては3年以上前から何十本も占い動画を出しておりますが、その中でも特にこれだけは絶対に言っておきたい、皆さんにも知っていただきたい、そんな貴重な内容を話したいと思います。このチャンネルは芸能人の占いに特化した日本一詳しい、そして日本一動画の本数が多いチャンネルとなります。ぜひチャンネル登録してご覧ください。それでは早速始めましょう。1番目、まずは円ハイフンのデビュー日に隠された秘密についてです。このグループは2020年11月30日にデビューしました。その日のホロスコープを見たところ、とんでもない事実が発覚したんですね。それはあらゆる分野での成功が約束されているグループっていうことです。後出しじゃんけんのような内容かもしれませんが、円ハイフンのデビューの日のホロスコープには確実に成功の印が現れています。これはハイブが円ハイフンのデビューの日の日にちをきちんと占ってこの日にしたのかなと思う感じですね。またこの成功の中にはお金を稼ぐのも上手という意味も含まれています。あらゆる分野で成功して、また成功のために努力を怠らない、そんなグループ、そしてお金を稼ぐのが上手なため経済的な苦労がない、それがはっきりと出ています。ちなみに円ハイフンは一つの国だけではなく、国際的な活躍や様々な国で活躍することにより、より一層人気が出る、そして開運する、成功するというふうにも出ているので、もうすでに様々な国で人気を博してはいますけれども、今後もどんどんといろいろな国に進出していった方が良いですね。2番目、ソヌは恋人がいたり配偶者がいたりした方が人生がうまくいく傾向があるんじゃないでしょうか。それだけ恋愛が自分の人生に良い影響を与えるっていうことです。まだ若いので結婚するのは早いですけれども、恋愛相手や大好きな人や恋人が近くにいた方が、そういう存在がいた方が仕事がうまくいくと思います。なぜならば愛を常に求めている方で、愛する存在がいる方が精神が安定するからです。その精神の安定感が仕事でも何でも良い方向に持っていくことができる、そんな理由になります。ソヌと同じような恋愛傾向を持っている方、わかるわかると共感していただけると思うんですけれども、愛が欲しいと思って生きている方、恋愛が人生の優先順位の高い方にある方は、恋愛がうまくいっているとそれ以外のこともうまくいく傾向がありますし、逆に恋愛がうまくいっていない、また愛する人がいない、好きだなと思える人がいなくて寂しい、そんな状況ですとそれ以外のこともなかなかうまくいかない、うまくいかないというわけではないんですが、精神が安定しないっていうところがあるでしょう。ソヌにもそれが当てはまります。ですからソヌは今の芸能人という立場では恋愛するのはなかなか難しいとは思いますが、ファンの皆様にも納得してもらえるような相手と、変な付き合いではなく、さすがソヌ、素晴らしい恋愛をしているなというような形でみんなに認められ、素敵な恋愛ができた方が仕事においても非常にうまくいくんじゃないでしょうか。ここで主の占いサイトのお知らせです。3番目、ソンフンは味方につけると非常に心強い方なんですが、逆に敵に回すととっても怖い、そんなタイプだと思います。そういう方は皆さんの周りにもいるんじゃないでしょうか。なぜならばソンフンは正義感が強いところがあるからですね。正義感とは常識的に考えて正しいことやモラルやマナーなど、それを守りたい強い気持ちなんですが、ソンフンは生まれながらにして正しいことをしたい、正義のもとに行動したいというような熱い気持ちを無意識なんですけれども持っています。世の中にこういう人がいることは絶対に必要ですね。おそらくソンフンは
自分の中にこれは許せる、これは絶対に許せないというようなきっちりとした線引きがされており、それからはみ出す人は敵、そんな風に捉えている節があるんじゃないでしょうか。なので、味方にすると非常に心強くこの人と友達でいてよかったって思うんですが、逆に敵になった場合には妥協を許さず、相手の不正を許さず批判をしてくる怖い存在になるんじゃないでしょうか。孫奮のこの見た目の美しさ、美的センスがあるところなどからあまり怖い雰囲気は漂ってこないんですけれども、実は真の強さ、正義感の強さをしっかり持っている方です。4番目、ジェイクのファンの皆さんはそんなのすでに分かっていますとおっしゃるかもしれませんが、ジェイクは非常に面倒見が良くて、時にはおせっかいなんじゃないかなというぐらい面倒見が良く、人と人との感情を大切にする人ですね。ジェイクが女性だったら必ず良いお母さんになれること間違いなしと、そういった感じです。とにかくジェイクは親切で気配りができる人って言ってもいいんじゃないでしょうか。面倒見の良さは先天的なものです。自分の感情をあまり出さないタイプなので、ジェイクがこんなに面倒見がいい人なんだっていうのは分かりづらいかもしれませんが、実は人に貢献したい、人の役に立ちたいという気持ちをかなり持っています。こんな優しい性格で面倒見が良いジェイクが一人いるだけで、エンハイフンというグループまたはメンバーの人たちは温かい気持ちになることが多いんじゃないでしょうか。このようにとっても優しくて温かい気持ちを持っているジェイクですが、怒らせると怖いです。どんな時に怒るのかというと、ずるいことをしている人がいる時ですね。ずるさや不正などを見逃したくないし、それはいけないと思うタイプです。5番目、ヒスンの恋愛傾向の特徴として、自分がいいなと思う女性でないと気持ちが絶対に動かないっていうのが挙げられます。男性は誰でも相手から言い寄られたり、相手から告白されたりしても自分がいいと思わなければ好意が持てないっていう方が圧倒的に多いんですけれども、それにしてもヒスンの場合はその傾向が相当強いです。例えば自分が興味を持てない女性、その方がいくら美人でお金持ちで素晴らしい方であったとしても、自分の方が先にこの人いいなと思わなければ絶対に恋人にはならないんじゃないでしょうか。とにかく自分の気持ちが大切なわけですね。自分が先に好きだと思わなければ動きたくないんです。ヒスンに関しては最初は興味を持ってくれなかったけれども、だんだんと押していくことによってこっちを振り向いてくれたっていうのはありえませんね。逆に自分がいいなと思った女性に対しては頑張ることができるので、この資質は決して悪いものではないんですけれども、とにかくヒスンが恋愛を成就させるためには自分から行動することが大切と言いたいと思います。6番目、ニキは最年少ですけれども精神年齢は高いと言ってもいいんじゃないでしょうか。だからこそ最年少ながらグループで上手に振る舞えるわけですけれども、大人のような考え方ができる方でもありますね。具体的には物事を俯瞰して全体像を見ることができる、そんな特徴があるでしょう。感情に流されず冷静に物事を分析し、先入観を交えない、そんなところがさすが大人だなと思います。ですから何か出来事があったとしても、なるほどそうなんだと、その出来事を自然と受け入れ、広い視野で行動することができるのが素晴らしいですね。そんなところが精神年齢が高いなと思われる理由です。また天性の落ち着きを持っています。困ったことがあってもあまり慌てないですし、物事を見る目も鋭いので、それも2期は大人だなと思われる要因になるんじゃないでしょうか。そんな風に精神年齢が高いので年下の割には大人びている、上から目線な発言があると思われるかもしれませんが、それもみんなが見えてないような全体像が見えるからと言えると思います。7番目、次もエンハイフンのグループ全体に対する占いの秘密なんですけれども、この方々は自分たちを律するのがとても上手です。精神をコントロールして良い方向に気持ちを持っていく、セルフコントロールや自己管理能力が非常に優れている方々と言えるでしょう。
エンハイフンの皆さんは若いですし、様々な誘惑があると思うんですね。それは女性からの誘惑やお金の誘惑、またはダイエットしないといけないのに日々の食べ物の誘惑、お酒などいろいろな誘惑があると思うんですね。しかしそれらの誘惑を上手に断ち切って頑張り続けることができるっていうのもこのグループの特徴として現れています。ですからこれからも大きなスキャンダルなどはなく活躍していくんじゃないでしょうか。成功するグループというのは悪い大人たちの悪影響を受けないセルフコントロールや自己管理能力に優れているっていうのがどんな分野でも絶対条件ですね。それができるのがエンハイフンというグループなんじゃないでしょうか。8番目、 K はどこに行っても自然と主役になってしまう、輪の中の中心人物になりやすい方と言えるんじゃないでしょうか。自分で主役になりたいとは思っていませんが、周りの人たちに頼りにされて自然と主役の地位に収まるといった感じです。また主役になるための体力精神力にもあふれていて強いですね。どんな場面でも主役になれる方は決してか弱くて弱い人ではないと思います。 J の場合は体力もあり強靭な精神力もあり、どんな場面でも主役にふさわしいと言えるんじゃないでしょうか。ただ J 本人はそんなに主役になりたい、主役であることに執着しているわけではなくて、サポート役になったりみんなの補助役になったりと縁の下の力持ち的存在になることにも抵抗がないと思います。主役になることも脇役になることもサポート役になることも臨機応変にできるタイプです。ただし我慢しすぎたり周りの人たちの意見に流されたりすることもたまにあるので、そこは自分を貫いた方がいいかもしれません。また逆に自分が主役でいつもあるという状態が続きすぎると自信過剰になってしまうっていうことも人間なのでありえます。おそらく J はエンハイフンの7人の中で主役だったり脇役だったりと自分を上手に成長させているんじゃないでしょうか。9番目、ジョンオンは自分が努力しただけの結果を確実にものにして成功できる方ですね。無駄な努力はしないというか、間違った努力をしない方です。先天的にどんな努力をすれば正しいのか、そしてその正しい努力を継続していくことによって成功できるっていうことが頭の中に明確に描かれているので、非常に頭が良く、成功への王道や近道を知っている人って言えるんじゃないでしょうか。さすがジョンオンだなぁと思います。感情に流されず合理的に行動できる方なので、目標を達成したり夢を叶えたりする力が相当強いと言えるでしょう。これはジョンオンの素晴らしい才能なんですが、恋愛する場合はちょっとマイナスに働いてしまうかもしれません。なぜならば恋愛は人の気持ちが大切で、こういう作戦を練って実行したからうまくいくっていうものでもないからです。もちろん戦略や計画性や実行力は必要ですが、それだけではないですね。しかしジョンオンはもともとの成功を追い求める合理的な性格ゆえ、恋愛にも計画性や戦略や正しい努力を持ち込みすぎるところがもしかしたらあるかもしれません。逆に言うとジョンオンの小手先のテクニックというか、頭だけで考えた戦略を全部ぶち壊してしまうような、そんな女性が目の前に現れる時、それがジョンオンの本当の愛かもしれません。10番目、ジェイクは普通にしているだけでモテます。ああ見えて恋愛の駆け引きが自然とできてしまい、天性の色気もあるので当然モテますね。モテるがゆえに女性とトラブルにならないように注意です。やはりジェイクはサソリ座の要素がかなり強い方なので魔性な魅力がありますね。魔性な魅力があるんですけれども、それだけではなくて駆け引きも上手、また女性と接している時に楽しそうな感じを醸し出しているので、それも相まってモテると言えるでしょう。